戦国武将の兄弟対決、信長、政宗、義元。歴史の細道、案内人の沙織です。今回は戦国武将の兄弟対決について紹介していこうと思います。現代では兄弟仲良くは当たり前ですが、戦国時代、兄弟は一番の身内ながら取って代わる可能性のある最大のライバルでもありました。まさに兄弟は他人の始まり。実際に数々の骨肉の争いが繰り広げられてきました。敗れた方に待ち受けるのは死、当主になるか敗れて死ぬか、まさに仁義なき戦いです。今回はそんな有名武将たちの兄弟対決を見ていきたいと思います。兄織田信長 VS 弟織田信行、尾張。 TPO もわきまえないやんちゃでうつけの兄と、折り目正しく聡明な弟。これは誰が見ても弟を信頼しますよね。戦国時代、間抜けな当主についていけばその先にあるのは破滅なので、聡明な若君に期待が集まります。それがキテレツな格好をしてうつけと呼ばれた織田信長と、折り目正しい信行兄弟。母も二人の子を見比べて、こりゃダメだと兄を見放し、弟を支持しているくらいなので、家来は推して知るべしです。ただ一人、兄弟の父信秀は信長が本当のうつけではないと見抜いて、信長を跡目に決めて亡くなりましたが、父の葬儀で暴れるなど、信長のうつけぶりはひどくなるばかり。家中では信行を推す声が高まり、信行もその気になったのでしょう。1556年に信長の岳父で後ろ盾でもあった斎藤道三が廃止したのをきっかけに、信行は家来の林秀貞や柴田勝家らと謀り、信長に戦いを挑みます。これが伊能の戦いです。ところがここで意外なことが起こりました。戦力数としては信行方が有利でしたが、勝利したのは巧みな采配が光った信長方。信行は城に籠城し、もはや切腹と追い詰められましたが、母の取りなしで赦免されました。この時、なんと信長は謀反を起こした弟を一度許しています。これで弟が改心すればよかったのですが、なんとこの信行、再び反旗を翻します。しかしこの頃になると、あれ、信長はただのうつけじゃなくね、と信長の力量に目を留める人々も増えていました。その一人である勝家が信長に謀反計画を密告。すると信長は自らが病気になったと偽り、信行を呼び出します。まさか計画がバレていないと判断した信行がのこのことお見舞いに出向きますが、信長の家臣に暗殺されました。しかもこれと前後して、信長の処刑の信弘も美濃の斎藤義達と組んで謀反を企みます。信長が義達と戦うために出撃した隙に清洲城を乗っ取るという計画でしたが、事前に信長にバレて失敗。ところが信長はこの信弘も許しています。もうあっちもこっちもともぐらたたき状態ですが、これだけ裏切られても信長は兄弟を信用していたのでしょうか。妹お市の夫となった義弟の浅井長政を信用して裏切られています。兄斎藤義達 VS 弟孫四郎義平次、美濃。その信長のライバルとも言うべき美濃の国の斎藤義達はもっとえげつないですよ。というのも、弟を殺し父と戦って殺害に追い込んでいます。義達の父道三は下克上で戦国大名になった侠友ですが、家族内でも下克上を起こそうとしたようです。道三は長男の義達に家督を譲ったものの、義達のことを侮り、溺愛する息子の孫四郎を当主にしようと画策し始めます。それを察知した義達は下克上返し、孫四郎、
喜平次という二人の弟を呼び出して騙し討ち。そして父の道三に対して宣戦布告すると父を討ち果たしました。義辰からしてみれば、婿の信長に美濃を譲ると言ったり、自分を敗着に仕掛けたりする父はもはや敵。どこまで俺を苔に敷くされば気が済むんじゃと切れたのでしょう。兄大友宗麟 VS 弟塩一丸、文吾。親子兄弟ながらやらなければ殺される。こちらも仁義なき戦いの末、当主の座を勝ち取りました。大友宗麟は義明の嫡男でした。しかし義明は側室の産んだ溺愛する三男の塩一丸に家督を譲ろうと企み、側室と謀り宗麟派の家臣たちを殺害します。これを知った他の宗麟派家臣たちが反撃に出ます。義明の館を急襲し、塩一丸とその母を殺害し、義明に瀕死の重傷を負わせたのです。義明は2日後に亡くなりましたが、宗麟に後を継ぐように言い残したとも。この二階崩れの変に宗麟がどこまで関与していたのか不明ですが、無関係とは言えないでしょう。塩一丸は子供だったと思われますが、父に溺愛されたばかりに。愛されすぎた男の悲劇です。兄伊達政宗 VS 弟小次郎、奥州。頑張っただけなのにと思わず嘆きが聞こえそうなのが伊達政宗です。頑張った代償が母に嫌われて殺されかけ、弟を殺す羽目になるとは何とも不幸です。政宗と小次郎の同母兄弟、こちらは織田信長より母のエコひいきがすごいですよ。母の義姫は弟の小次郎を溺愛し、政宗を引きずり下ろそうと画策します。それでも父の輝宗は政宗に家督を譲りました。この輝宗も亡くなった後、政宗は頑張って奥州を席巻していくのですが、どうやらこの頑張りも母の不況を買ったようです。政宗が親戚筋をどんどん攻めるのも義姫は面白くなかったよう。おまけに豊臣秀吉が戦いストップと宣言しても無視して戦いを進めたので、このままでは伊達家が危ないとも思ったのかもしれません。ついに政宗に毒を盛ります。政宗は解毒剤を服用して事なきを得ましたが、家紋を断つためにやむなく弟の小次郎を成敗したとされています。小次郎がどこまで野心を持っていたかは分かりませんが、こちらも愛されすぎた男はつらいよです。ここまでは本来であれば嫡男ですんなり家督相続できるはずが、父や兄弟からちょっかいを出されて争う羽目になった兄弟たちでした。ここからは途中で当主に抜擢されたため揉めた兄弟です。兄毛利元就 VS 弟相尾元綱、秋。中国の大大名になった毛利元就ですが、元就が生まれた時の毛利家は小さな黒人領主。しかも元就は次男で毛利家を継ぐ立場ではありませんでした。父亡き後、同母系の沖元が後を継いでおり、元就は毛利分家の田地比猿岳城主として生きていく運命でした。ところがこの兄が若死にし、その子の高松丸もわずか9歳で夭折してしまいます。ここで後を継ぐのは正室の子であり、高松丸の貢献もして家中の信望も厚い元就と思った矢先、ちょっと待ったと割り込んできたのが弟の相尾元綱。家臣の中には元就の相続に不満を持つ者もいたようです。しかも厄介なことに、この元綱を裏で後押ししていたのが出雲の大大名天子家。吹けば飛ぶような毛利家を操ろうと画策していたようです。元綱らは元就の暗殺を企みますが、これを知った元就は機先を制して元綱を襲撃、自らが当主につきました。
しかし家中を二分する騒動は元就のトラウマとなったのでしょう。三人の息子たちには三本の矢のごとく団結して毛利家を盛り立てるようにとくどいほど諭しています。弟今川義元 VS 兄源公恵譚駿河。今川義元も兄が家督を継いでおり、当主になる立場ではありませんでした。そのため家督争いを防ぐためか、若い頃漱石に入れられています。ところがこの兄、さらに自刑も立て続けに亡くなったため、今川家を取り仕切る母の寿桂尼が義元を呼び戻し当主につけようとします。やはりちょっと待ったと言って割り込んできたのが異母系の源公恵譚でした。彼もやはり出家していましたが、義元擁立に反対する家臣や母の一族の今川重臣の福島氏と結んで反旗を翻します。これが花倉の乱です。義元側は子孫の大元摂斎の活躍や御北条氏の支援も得て勝利を挙げ、花倉城にこもった源公恵譚を自陣に追い込みました。弟上杉謙信 VS 兄春影越後。残念な兄と優秀すぎる弟、この組み合わせも騒動のもとです。意外にも上杉謙信は兄を追い出す形で当主になっています。謙信は兄の春影とは20以上年が離れていました。そのため6歳の頃には兄の春影が家督を継ぎ、謙信は仏門に入ります。ところが越後が不穏な状況のため、謙信は減俗させられ武将の道に。初陣では見事な才覚で謀反を鎮圧させます。その後も兄に代わって反乱を次々と下したため、謙信の名声は高まりました。一方の春影は病弱で越後の内紛を収める才覚がなかったこともあり、国人の間では春影より謙信に当主になってもらいたいという機運が高まります。国人たちが春影と謙信に分かれて味方につき、国を二分する争いに。守護上杉氏の朝廷もあり、春影は引退し、19歳の謙信が春日山城主になりました。実は春影が謙信を何度か攻め、春影は敗れて殺されたという説もあります。この戦いがあったのかどうか明らかではないようですが、いずれにしろ義の人謙信のスタートは兄から家督を乗っ取っちゃったという意外な顛末でした。とここまで聞くと兄弟喧嘩の嫌な話ばかりですよね。いい兄弟はいないの？と言いたくなるのでしょうが、大丈夫。戦国時代だって兄弟愛が光る話があります。豊臣秀吉。兄弟仲の良さで言えばダントツは豊臣秀吉と弟の秀長でしょう。秀吉も徳実で家臣のまとめ役の弟がいたからこそ天下取りができたと言っても過言ではないほど。秀長は武将としても優れ、ぴったり息の合った兄弟コンビでした。秀長が亡くなってから秀吉政権がおかしくなったとも言われています。ただしこの二人が他の兄弟たちと違うのは、もともと武将の家の生まれではないということ。秀長はいわば兄に召し抱えられ、その天下取りを手助けした立場なので、兄に成り代わる立場ではありませんでした。武田信玄。武将の家の麗しき兄弟愛といえば、やはり武田信玄とその弟の信繁でしょう。信繁は常に兄を立て、その片腕として戦い、外交、内政でも活躍しました。この兄弟がすごいのは、父の信虎が信玄に代えて信繁に家督を譲ろうとしていたこと。そう、一歩間違えば斎藤家や大友家と同じ仁義なき戦いが勃発していたのです。ところが
ここで信玄は父を追放して当主の座につき、弟の信繁を生涯にわたって片腕として信頼します。別に信玄が優しい人というわけではないですよ。何せ自分の息子でも切腹に追い込んだ人ですから。兄弟仲がうまくいったのは、信繁が初めから兄の味方についていたからでしょう。若いのに父におだてられてもその気にならなかった信繁は大人ですね。そんな弟の忠誠心を受け止める度量も信玄にもありました。どちらも当時20歳前後でしたが、なかなか大人の兄弟ですよね。そうは言っても弟の苦労もあったようで、家来や子供には自分はあくまで武田家臣であることを強調し、その家訓まで残しています。また兄の身代わりとなる形で戦死しました。いくら仲がいいとはいえ、残言する家臣もいるので気をつけていたのでしょう。ただ武田家の場合、実は信玄の祖父信綱の時代に兄弟内乱で痛い目に遭っていました。信玄の祖父信綱は嫡男のため家督を譲り受けました。ところがその父が溺愛する次男を跡目に変えようと画策したため内乱に発展。しかもそれが信綱の子信虎、信玄の父の時代まで続いたため、武田家の勢力は大幅に弱まりました。信玄もそんな苦い過去を聞いていたでしょうから、その二の舞はしたくなかったでしょう。まとめ、いかがでしたでしょうか。戦国時代は必ずしも長子相続ではなく、また無能な当主では家の存続も危ぶまれたため、骨肉の争いに発展する可能性が多かったようです。そんな事情の中では最初の敵は兄弟と思う武将も多かったでしょうし、自分にその気はなくても親や周囲の家臣たちに担がれて争いに発展することもありました。まさに身内にも敵が多い戦国サバイバル、生き抜くのは大変なようです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。